簡単に言うと、ビッグマムがちっちゃい頃から実はすごい純粋なんですよね、一応、めちゃめちゃ純粋なんですけど、ただ、生まれながらにしてめちゃめちゃ力があったというか、だからもうダメだよペシってやってるのがもう一撃バーンってクマ殺すぐらいの、クマも怖いです、クマをベアを、でもそのベアを殺すつもりで一撃やってるんじゃなくて、ダメだぞっていうこの程度の鬼のつもりなんですよ、けどもう一撃バーンってクマ死んじゃうぐらいのそれが力だったとかっていうぐらい、その差異があるんですよ、本人がこう思っててやってるその力と周りの人が見てそのやってるその力にすごく差があって、そこをまだ子供だから知らないんですよね。で結局ビッグマムってずっと言ってるんですけど、あの人ってあんだけ暴れ倒して、そのいろんな島を占領し倒して、その戦争を起こし倒して、何がしたいかっていうと、やって今だったらね、サンジの家を滅ぼして武力を奪い取ろうとかしてるのも、でも結局最終的にビッグマムがしたいことですよね、ああやって人を殺したいとか、なんかこう自分の思うままというか、自分の望む世界を作りたくてやってるんですけど、でその望む世界が何かなんですよね、例えば多くのこういう海賊やってる人たちって、自分に権力が集まって、自分が好き勝手できるような社会を、その世界を作りたいわけじゃないですか、でもビッグマムはどうかっていうと、常々言ってるのが、そこに住んでる人、世界中の人全員が同じ目線で仲良く生きていける世界を作りたいって思ってるんですよ。そうなんですね、そうなんですよ、実はビッグマムが目指してる世界って、ワンワールド的な、もう全員が上下もなく、同じ目線でって言ってるんで、上下なくみんなが笑って楽しく暮らせる世界を作りたいよねっていう思いがあって、そこに対して向かっていくための手段とか目標として、みんな仲良くならないといけないから、自分の傘下に入れようっていう形なんですよね。でそれが今は単純にその目的に対してその持ってる力も強大すぎて、でやり方がむちゃくちゃすぎるから巻き込んでいって、もう人をなんかこう不幸をどん底に突き落としていくんですけど、子どもの頃から同じなんですよね。それって子どもの頃から、例えばそのクマを一撃で殺した時も、クマをバンって一撃殺すんですよ、でびっくりして、その時にマザーカルメルって言ってみなし子のビッグマムを面倒見てくれてた人がいるんですけど、シスターが、そのシスターが普通やったら引きますよね、クマ一撃で殺したの見たら、って子供ですげーみたいな、ちょっと近寄らんとこうとか、もうこいつ危ないからどっかにもうちょっと幽閉しようとかなるじゃないですか。でマザーカルメルはそういうことをしなくって、まずなんでそういうことしたのって聞くんですよ、でなんでって聞いたら、ビッグマムは自分の断りを言うわけですよね、昨日オオカミとクマを一つの檻に入れてたら、クマがオオカミを殺しちゃったから、喧嘩して殺しちゃったからダメだぞって言って怒っただけなの、要は仲良くしてほしかったんですよ、クマとオオカミに、この辺子供なんで、そら仲良くなるわけないやんっていうのあるんですけど、思いとしては、クマもオオカミも一緒に仲良くしてほしかったから、それを喧嘩してしまったクマさんをたしなめるためにダメだぞってやったら動かなくなっちゃったっていう本人のその思いなんですよ。純粋な思い、純粋にそう思ってるんですけど、大人から見たら、おい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 ってなるんですね、いやこいつ一撃で殺した、だからそうやって周りからはその思い、多くの人は多分聞かないんですね、もうクマ殺してる時点で、こいつ危険だって言って逃げるか、化け物扱いするか、追い出すかってなるじゃないですか、でもそこをマザーカルメルだけはまず理由を聞いて、その思いをまず知ったら、その思いの部分、目的が間違ってなければ、そうやって無限に拒絶しないんですよね、もうちょっとこうしたらよかったねとか、そういう言い方をするんです、そうやってビッグマムが最初はなんかね、こうそういうむちゃくちゃな力を、強かったものを、なんとかこううまいことうまいことコントロール、その力をコントロールさせてあげようと思ったんですよね、確かにその、漫画の中でマザーカルメル悪いやつなんで、その力を自分のものにしようと思ってやってたのはあるんですけど、でもそれでもビッグマムはその力を暴走することなく、ある程度までいくんですよね、ちょっと話的に飛ぶと、その後暴走してしまってマザーカルメル死んじゃうんですけどね、でも思いとしては悪くない、だから導く人が
近くにいる人がその思いをまず知ること、うん、起こった現象事件を見てうわこいつ最悪やって決めてしまうんじゃなくって、うん、なぜその事件を起こすに至ったのか、うん、その心の部分を聞くんですよ必ず、うん、そしたらクマを殺しても仲良くしてほしかったか、うん、世界中をこう支配しようとしてもなんでかって聞いたらいやそれはみんなが同じ目線で楽しい国を作るためにって、うん、思いはいいんですよ、うん、ただこの大人になってからマザーカルメルの人がそばにいないんですよね、うん、だからみんなが力を持ってる怖い人と思って、うん、その目でその人を見てるからビッグマムを見てるから止めることはしないしたしなめることもしないし、うん、で、まあ、それをしない分逃げたりとか化け物扱いしたりして、うん、どん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 そういう要は色眼鏡ですね、うん、こいつは化け物だこいつその現象だけ見てやってることだけ見てこいつは化け物だこいつは悪人だこいつはとんでもないやつだっていう色眼鏡で見るから、うん、マザーあのマザーじゃないビッグマムも私はそういう人間なんだというか、うんまあ、それで止めてくれる人がいないからどんどんそっちに進んでいくじゃないですか、うん、だって純粋な思いでやってるもんって、うん、だから今みたいなビッグマムになってでも思いを語るとすごくいいこと言ってるんですよね、うん、みんなで仲良くしたいからって、うん、ってなった時にじゃあ人って何かしらの才能をみんな持ってるんですよね、うん、それは大なり小なり持っていて、うん、でその才能を開花させるのも眠らせるのも、うん、悪い方向に使うのも、うん、世界平和とか、まあ、いい方向に使うのも全部その人の力量というよりはその人の周りにいる人次第でその人の才能とか器ってできてくるんですよね、うん、だから特にその、ね、力を持ってる人が悪い人というかそれを利用しようとしたりとかする人が周りにいたらもしくはそれを悪い方向に行きそうになった時にたしなめてくれる人がいなかったらマッドサイエンティストみたいになっちゃうんですね。こう力をこうどん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 間違った方に使っちゃう。でもその力を持ってるのは研究者だったら純粋に真理を突き詰めたいとか純粋になぜそういう現象が起こるのかを突き詰めたいって思って純粋な思いで探求心、愚動心、向上心からやってる、うん、その火の使い方ですよね、うん、その人 の, その上昇するエネルギーを周りの人間が、うん、その要は破滅の方に使うのか人を傷つける方に使うのか、うん、戦争に使うのか、うん、それともそれを人類がより文明が発展する方に使うのか、うん、温かい方に使うのか、うん、誰かのために使うのかっていうその力自体力を持った人自体を炎と例えたら結局炎を使う人間周りで囲む人間次第で、うん、その人がどちらに転んでいくかが変わるんですよね、うん、だからお前自分で何とかその自分でやってることを判断して識別して何とかやれやって言っても、うん、持ってる力が大きい人ってやっぱ偏りがあるから天才性って偏り性のことじゃないですか、うん、だから天才ってそこに関しては天才的だけど、うん、それ以外のことが全然できなかったりするじゃないですか、うん、そこに特化して偏ってそこに上がっていってるからだからこそ誰よりもなんかすごいことができる、うんうん、じゃあその才能を生かすも殺すも周り次第っていう意味で言うと、うん、何か物事が起こった時何か大きな事件が起こった時、うん、もしくはそれ何かができない時とかに、うん、そのできないトラブル、うん、なんかやっちまったっていう現象だけを見てその人を断じていく、うん、判断していくとその人の力を殺したりとか、うん、間違った方向に伸ばしてしまうんですよね、うん、だからそれが子育ても同じでなんでそれをやったのかってまず思いを知ること、うん、仕事だったらなんでそういう失敗につながってしまったのか、うん、なぜその失敗を起こすような行動をしたのかっていうその思いをまず聞くこと、うん、で何かムカつくことを言われたとしてもなんでそういうことを言ったのか、うん、その思いを察すること何でもかんでもなんでこんなこと言ったなんで私がこんなことされないといけないんですかって聞くのは野暮なんですよね、うん、まずは上司がそう言ってるんだったら察していく、うん、なんで今こういう言葉を言われてるんだろうこの言葉が全てではなくてその言葉以外の全てを感じようとするんですよね、うん、だからビッグマムだったらクマを殺しましたっていう現象を見たらすごく怖い人だったり、うん、厄介な人だったりするんだけど、うん、なんでそうしたのかっていう思いを聞くと見え方が変わってくる、うん、だったらそんないい思いを持っていてこんなにすごい力があるんだったら使い方一つでもっともっとその思いがこう消化されていって、うんうん、でその思いの方に現実が動いていくのにそれをやってあげようっていう人と、うん、もう思いの部分をもうさらさら無視して、うん、やったことに対してだけ文句をつけていったりとか、うん、こう否定していったりする人との違いで、うん、その人の光り方というか、うん、輝き方が全然変わってくるっていう意味で言ったら、うんまあ、そういう部分が結構このビッグマムに対してはもうあのマザー
うん。